はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10時を回りましたね。10時回っても違うわ、10時半を回ってもうすぐ11時ですね。千代田区9度だそうでございまして、この部屋14度、寒いやんと。1月は4日ですね、木曜日でございます。さて、今日は空いてるんですかね、日経。空いてますね、午前中だけ開けるんですかね、確か。マイナス346。出足よろしくないですね。まあ、それでもね、分母が3万3000ですからね。ドル円はなぜか、ですね、円安方面に行ってますね。143点というところでして、ちょっと今更新、143.37 ということですね。香港空いてるんですね。動きなし。ちゃうわ。動きある。そうですね。マイナス21、ですね。はい。ですね。昨日ニューヨークは空いたんですか。空いたんですね。マイナス284。原油がですね、ちょい高ですね。73.13 というところでございまして。ドルウォンは1310というところですね。朝のトリッキーな動きはですね、あったようなないような感じですね。はい、ちょっと押されて、ドウォン安ですね。さて、朝行ってもですね、通勤時間、ですね、スマホでニュースをチェックしながら来るんですけど、まあまあいろんなですね、こう、なんて言いますか、戦場的なと言いますか、煽りの効いたニュースをいちいち読むんですけど、これもその一つですね。藤和彦さん、経済産業研究所コンサルティングフェローっていう方ですけど、まあいつもですね、こう言いますか、こんなことあるかもしれんで、こんなことあるかもしれんでというですね、可能性を教えていただいている方ですね。2024年は原油大暴落と、経済大逆流に備えよ。インテリジェンスのプロが今年の地政学、バッドシナリオを検証する。バッドシナリオですからね。ちょっと出だし読みましょうか。年頭にあたり2024年のリスクシナリオを考えてみたい。今年は原油価格の動向が経済シナリオを左右する1年となるだろう。それはイスラエルとパレスチナ、自治区の紛争がどう展開するかだが、事態はますます混迷を深めていると。ですね。これはちょっと飛ばしまして。いつもこれね、リンクがうまく貼ってないんですよね。ちょっと飛ばし回して、あれおかしいな。あ、そうですね。前編、2024年石油大パニックに備えよ、うにゃうにゃうにゃ、では、世界銀行が想定する中東情勢の最悪のケースでは、1973年の第4次中東戦争でアラブ諸国が実施した大規模金融のような大混乱に至った場合、原油価格は140から157ドルにまで上昇するとの見通しを紹介した。古い話です。もう50年前ですね。第4次中東戦争というのがありまして、これはですね、当時のエジプトの大統領のサダトというおっさんがですね、要は第3次中東戦争でですね、イスラエルに取られたですね、シナイ半島を取り返して一気にイスラエルに攻め込もうというですね、あれを描いたわけですね、シナリオを描いてですね、周りのアラブ諸国ですね、シリア、ヨルダン、ですね、イラクも入ってたかな、とですね、示し合わせてドドッとですね、イスラエルに攻め込んだわけですね。で、最初はですね、朝食行ってたんですけどもですね、途中からイスラエルが盛り返したという、そういう、まあ、出来事がありました。
その時に他のですね、アラブの産油国、サウジアラビアやアラブ首長国連邦や、まあイラクも、イランは入ってなかったですけどね、がですね、イスラエルを支持する国には石油売ったらへんと言ったわけですね。これ、まあ実際売ってくれたんですけど、大混乱に陥りました、世界がですね。この時にですね、まあ石油の値段も上がった、ガソリンとか上がったんですけども、それよりもですね、トイレットペーパーなくなったんですよ。真っ先に。私が10歳ぐらいの時なんで、なんとなく覚えてるんですけど、トイレットペーパーあらへんやんとか言って、スーパーに買いに行ってると、当時スーパーなかったかな、市場やったかな。買いに行ってるという情景がありました。テレビでは連日それが報道されました。それが第4次なんですね。第4次中東危機でですね、今第5次なんて言われてます。イスラエルとハマスの。で、最近ね、石油情勢で気になるのは、あれなんですよ、紅海、ベニノーミーですね。あそこで盛んにですね、その風刺派がですね、その悪さをしてるわけですね。風刺派というのはですね、イエメンの中の反政府勢力でして、で、その、ややこしいんですけど、一応イラン系なんですね。イランが支援してるわけでして。で、イランはですね、サウジアラビアと仲悪いんですね。まあ、この前国交を回復しましたけども、基本仲悪くて、まあ、宗派が対立してるんですよね。なんでですね、いや、なんかやるんちゃうかというふうに言われています。実はそのイランがですね、その1973年時点ではですね、別にとてもなかったんですけど、普通の、国王に支配される国だったんですけど、1979年にですね、その、まあ、イスラム革命というのが起こりましてですね、要は国王を追い出してですね、イスラム教によって支配する国とになったんですね。まあまあ市民革命みたいなのが起こったわけです。で、国王を追い出されました。で、そのイラン自体はですね、イスラム教の国なんですけど、イスラム教のスンネチャシーア派なんですよ。で、シーア派であり、サウジアラビアはですね、イスラム教のスンニ派の総本山みたいな国なんですね。これでもともと仲悪いんで、まあ民族も違うんですよ。イランっていうのはペルシャ人なわけですね。で、サウジアラビアは名前の通りアラブ人なわけでして、そんなんどかちゃうねんって言われても、まあ困るんですけど、まあとりあえず民族系が違うわけですね。で、お互いにですね、こう、プライドが高いわけでして、で、しばしば衝突していたんですけども、どうでしょう、15、6年前に一回断交をしました。国交を断ったんですね。で、それを去年かなんか中国の仲介でですね、国交を回復したという出来事があって、でもまあ基本ですね、仲はよろしくないと私は理解をしています。で、いろいろ悪さをするんですよ、イランも。サウジアラビアの半島の先っぽ、インド洋側にですね、イエメンという国があるんですけど、ここはなんか知らんけどね、紛争は絶えないんですよ。で、それにですね、イランがですね、その風刺派というのをですね、なんか応援してるんですね。この風刺派っていうのはですね、泳ぎ悪いというか、まあ、やたらとこう、アクティブに動く組織で、これがですね、手を出すわけですよ。まあ、その前にそのイラン革命の直後にね、ホメイニって当時のイランの指導者がですね、石油売ったらへんとか、石油輸出せへんとかで言い出した時があって、それがいわゆる第二次石油危機というのがありました。まあ、これは第一次に比べたらちょろっとあったんですけどね。で、今もしこのですね、風刺派がいろいろ悪さをしてですね、まあ簡単に言えばですね、紅海からですね、タンカーが出られなくなるとか、あるいはですね、もっとひどいのはですね、ホルムズ海峡がおかしくなってですね、タンカーが行き来できなくなったりするとですね、これは第三次石油危機ちゃうかというのがこの記事の趣旨ですね。そうなると一気に原油価格はですね、140から157に行くんちゃうかと。一瞬ね、100何十ドルっていうところがありましたよね。1、2年前、あったような気がするんですけど、マイナスの時もありましたけどね、3、4年前に。えらい行き来するんですけど、落ち着きところは今のところ60から70ぐらいで、今だからちょい高めぐらいなんですね。で、これが140から157になるかもしれへんという、これは世界銀行が想定してるんですけど、まあ、あり得る範囲やと思いますよ。ね、
サウジアラビアは大喜びしますロシアも大喜びします、まあしかしね、これ最悪のシナリオでして、フーシ派だけなんですね、私が見る限り。このフーシ派をですね、アメリカは抑えようとしてるんですけど、サウジアラビアが嫌がってるってこの記事に書いてあります。貼っときますね、一応ね。で、多分でもね、抑えるんちゃうんかなと。とするとですね、それが あの中東方面がちょっと落ち着くとですね、石油価格が下がると思います。落ち着かせるんちゃいますかね。ね、フーシ派をですね、最近戦闘力が強まってるんですけども、そんなアメリカに勝てるわけないですからね。で、最近ちょっと悪さのしすぎですですんで、まあどうでしょうね。今最近アメリカとサウジもね、仲良くないんでね、アメリカが強行する可能性があると思うんで、そうすると一瞬不安定になりますけどまたすぐ落ち着くんではないかなという気がします。まあでもこの藤井和彦さんの説もですね、それなりの説得力がありますんで、ご興味のある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。